ここからなんとアンベールトークと題しましてお話を伺いしていきたいと思います。実はこの生茶グリーンティースタンドなんですけれども、4月7日までグッドグリーンティースタンドという名前で生茶ということを伏せて開店をしてまいりました。で、4月8日にアンベールを行って生茶であることを発表いたしました。で、今回リニューアルした生茶に関するご質問をご用意させていただきましたので、それぞれパネルにご記入いただいた内容を今日ご用意させていただきましたので、ここで発表をしていきたいと思います。ではご準備いたします。はい、ではまだ皆さんに見えないようにお願いします。では参ります。最初の質問です。生茶が4月9日に生まれ変わって新発売されました。4月は新生活が始まる時期ということもあり、お二人がこの春こう生まれ変わりたいと思っていることはありますか、というご質問です。順番に参りますので、まず高畑さんからいきたいと思います。高畑さんがこの春こう生まれ変わりたいと思っているものはこちらです。どうぞ。はい、映える人になりたいです。映えてますよもう私最近結構楽しく生活していて、自分で好きなところに旅行したりとか、なんか髪の毛食べちゃったすいませんいろんなこう生活を楽しんでたら、それをシェアするのを忘れてて、私インスタグラムを長くやってるんですけど、気づいたら月に1回ぐらいしか投稿してなくて、なんかこう自分だけ楽しんで生きてるのをそろそろちゃんとシェアできる人間にならなきゃって最近反省したところなんで、なるほど、映えてる感じを、なるほど、映えてる感じになりたいです。なるほど、はい、本当に十分映えてらっしゃいますけどね。映えてますけど、やっぱりそれはシェアしていかなきゃいけないですね。シェアしなきゃなって、ちょっとごめんねって、月毎月忘れてて、すっかり投稿忘れて、ごめんねと思いながら投稿してます。ぜひ新生茶の美味しさとともにシェアしてください。あ、そうですね、ニュージーランドで撮った写真もあるので、ぜひぜひ、ね、はい、楽しみにしています、はい、ありがとうございます。映える人という答えでした。では鈴木さん行ってみたいと思います、はい、鈴木さんがこの春こう生まれ変わりたいと思っていることはこちらです。どうぞ。さらっとした男。その心は。ちょっと僕ゴリッとしてるんでどうしてもさらっと、この今回の CM を撮影していて、この、ま、今日のエプロンもそうですし、ちょっとナチュラルなこの白シャツとチノパンみたいなのがすごいいいなと思って、こういう感じのその力抜けてるさらっとした感じになっていきたいな今後はって思ったんですよ。で、あと私最近インスタグラム始めまして。あ、そうですよね。そうなの。ニュースで見ました。そうなの、はい、でインスタグラムの素敵なこうアカウントをいろいろ勉強してたんですよ、はい、そうすると皆さん結構さらっとしてるなって思って、うん、色のトーン統一とか、はい、で僕のを見るとちょっとジメッとしてるんですよねゴリジメッとしてるからなんかこう気持ちのいい、それこそ生茶のような写真をもうタップしていきたいと。映えたいんですよ。やっぱ映えたいんですね。映えたいんです。なるほど。なのでちょっとこの後2人で写真を撮って一緒に投稿しましょう、はい、映えます、はい、いいですね。爽やかな感じの時、はい、じゃあ鈴木さんはイコール映える人っていう。そうですね、同じです。同じですか。でも今日も似合ってらっしゃいます。爽やかです、非常に。そうなんです。だから今日のような感じでいきたいなと。常に普段は。なるほど、この春そう生まれ変わりたいと、さらっといきます、はい、ありがとうございます、はい、はい。